ターディスへの旅は、イギリスの SF ドラマ、ドクター、フーの第7シリーズ第10話。脚本は、スティーブン・トンプソン、監督は、マット・キングが担当し、2013年4月27日に BBC1 で初放送された。本作では、異星人のタイムトラベラー11代目ドクターがターディスの事故の原因となった、引き上げ作業員に、 コンパニオンのクララ・オズワルドの救出を手伝わせる。損傷したターディスの奥で、行方がつかめないクララを探しながら、彼らは生きたターディスの意思に翻弄される。本作は1978年のザ・インベージョン・オブ・タイムでターディスの中まで話を広げようとしたが、予算の都合でなわず、規模も縮小したことについて、2013年当時の番組制作総指揮者、 スティーブン・モファットが不満を抱いていたことに橋を発する。エピソードは、ほぼ完全に、ロース・ロック・スタジオで撮影された。視聴者は650万人に達し、賛否両論であった。ターディスのセットヒット脚本家兼、エグゼクティブプロデューサーのスティーブン・モファットは、ターディスの中心を発見するエピソードのコンセプトを、スティーブン・トンプソンに与えた。トンプソンの説明によると、これは、 モファットが1978年のザ・インベージョン・オブ・タイムにこだわったことによる。ザ・インベージョン・オブ・タイムはタービスを舞台にしていたがスタジオに新たなセットを組み立てることができず、ロケ地は放棄された病院に変更されていた。また、トンプソンは数学にも興味があり、劇中の多次元工学にも関心を示した。モファットは残りの部分をトンプソンに任せることにした。 当初トンプソンは遠足の間にターディスが妨害を受ける展開を意図していたが、モファットの反対により引き上げ作業員との遭遇に変更された。現代ジャーニー・ツー・ザ・センター・オブ・ターディスは、ジュール・ベルヌの SF 小説、指定旅行のオマージュである。ターディスがタイトルに入ったエピソードは、番組史上初のことであった。アシュリー・ウォルターズのキャラクターである、グレゴ・ールバン・ベーレムは、 もと、サイボーグとして意図されており、ジャベルホールのキャラクターはもともとトリッキーではなく、サンダーと呼ばれていた。また、以前のコンパニオンに由来する廃棄された部屋をクララが探索する展開にも変更が加えられ、エーミー・ポンドのガングのターディスやドクターの子供用ベッドを発見するだけに止まった。さらに、本作は第7シリーズ第11話として予定されていたが、第11話は、 次話、シンクの恐怖に変更された予備的な台本は2012年6月に完成した。台本の読み合わせは、スノーメンの撮影の後、2012年8月29日に、ロースロックスタジオで行われた。ターディスへの旅は単独で第7シリーズ第7、制作ブロックのスケジュールで制作され、9月4日から24日まで、主にロースロックスタジオのセットで撮影が行われた。 引き上げ船などを含むシーンは9月4日にニューポートのセルティックウェイの倉庫で撮影され、自力キャッチャーでターディスが捕獲されるシーンもロース、ロックにて9月4日と5日に撮影された。ターディスのシーンの多くは9月6日から11日に撮影された。ターディスの図書館のシーンはカーディフ城上で9月11日に、ハーモニーの目のシーンは9月12日から14日に撮影が行われた。 クララ役のジェナルイーズ・コールマンが9月17日に体調を崩したため、その日は高架山に挟むシーンの撮影が行われた。コールマンを加えた撮影は9月18日と19日にエンジンルームとコンソールの場面で再開され、コンソールルームの最終ショットは9月24日に撮影された。追加のショットは10月18日と11月27日に撮影が行われた。 最後の撮影は、ドクターとクララがターディスのエンジンルームの防衛フロントに入る場面で、11月28日に、ベール・オブ・グラモガンのアルゴド遺跡を売りにて行われた。ゲスト出演者、アシュリー・ウォルターズは撮影初日に宇宙という単語と、共に衣装を着た、自身の写真をツイートしてしまい、プロデューサーたちと対立が生じた。当該の写真は即座に削除された。本作は、 イギリス国内では BBC1 で2013年4月27日に初放送された。当夜の視聴者数は490万人を記録した。タイムシフト視聴者を合算すると視聴者数は650万人に達し、その週の BBC1 の番組で7番目に多く視聴された。BBCiPlayer では4日間で119万リクエストが集まり、 4月に公開されるとその月で10番目に多く視聴された番組となった。アプリシエーションインデックスは85を記録した。日本では放送されていないが、2013年11月23日から、ドクターフーの第5シリーズから第7シリーズにかけての独占配信が、フールーで順次開始され、タービスへの旅は2014年に配信が開始された。 ターリスへの旅は、皇帝よりの評価を受けた。ガーディアン氏のダン・マーティンは大胆な結末に、ファンは動揺するだろうと述べた。彼は、エピソードの不気味さを称賛し、三兄弟の未熟なプロットは、ゲストの演技によってマしになったと述べた。デジタルスパイのモーガン・ジェフェリーは本作に欲しいをつけ、ドクター風のカジュアルな視聴者に対してもファンに対しても、決定的な待遇だと評価し、 卑怯に感じられないタイミーワイミーなリセットは論理的でドラマチックだったと述べた。また彼は過去のエピソードから向上したプロダクションバリューも称賛した。しかしプロットの制約を受けたクララが逃げることと叫ぶことしかできていないとも彼は指摘した。イグンのマークスノーはタービスへの旅を10点満点中8.5点と評価した。彼は エピソードの多くが廊下でのシーンに費やされていることを残念に感じたが、怪物に対しては肯定的であった。彼はドクターとクララだけで構成される最終段階を称賛したが、結末はデウスエクス・マキナであったと批判した。ラジオタイムズのパトリック・マルケーンは、本作泳い技法を採用した面白いタイミー・ワイミーな冒険だと評した。 彼はセットのデザインやコールマンの演技を称賛した一方、クラシックシリーズで見られたものと矛盾しないタービスのスタイルが見たかったと感じ、3兄弟も右往の衆の印象を受けたと語った。インデペンデント誌のニーラ、デブナスは面白いエピソードであると評価したが、脚本が不十分で3人の脇役は注意を払うのが難しいと感じ、タービスを探索する言い訳だとも述べた。 なお、彼女はドクターの図書室などタービス内の設備の描写がこの冒険に価値を加えていると綴った。SFX 誌のデイブ・ゴールダーは本作に星3つを与えた。特に彼はプロットが標準的であると批判し、アてっこのリセットボタンという結末で完結する廊下を走り回る SF だと述べた。彼は本作が数多くの機会を逃しているとも感じ、兄弟は 面白みもなく、印象にも残らないと酷評した。デイリー・テレグラフのギャビン・フラーは本作に星一つ、半をつけ、機械を無駄にされた、古い、ドクター風の焼き直しのようだと述べた。フラーは、ドクターとクララの関係が発展したことが、本作唯一の埋め合わせであると綴ったが、致命的に鈍いエピソードを救うには、到底至っていないと感じた。 ドクトル風マガジンのグラハム・キブル・ホワイトは主に否定的なレビューを投稿した。彼は本作にはスリルがあると認めたが、ニュアンスや繊細さが欠けていると指摘し、バンベーレン兄弟は雑印ジレーマの双子以来、ドクター風で最も稚拙な演技の兄弟であると批判した。また、トリッキーがアンドロイドでなかったことは、ドクター風のプロットポイントで史上最低だと酷評した。 さらに彼はドクターがタービスの偽の爆破カウントダウンで兄弟を脅したことがキャラクターにそぐわないと批判した。しかし彼はマレーゴールドのサウンドトラックがエピソードをまとめていると認め、エピソード全体を壮大で騒がしく、馬鹿らしく、楽しいと表現した。時系列が複雑に交差している様、第3シリーズ、まばかきするなで登場した後、ありがとうございます。